2023-24 WE リーグカップグループステージ第2節、野島ステラ対浦和の一戦です。まず前半9分のシーンです。直本から遠藤が再度駆け上がって菅澤のヘディングシュート、浦和が先制しました。右サイドバックの遠藤がここ駆け上がってクロス、ニアで合わせた菅澤のヘディングでのゴールでした。浦和はこれで先制1対0とします。次は前半13分、野島ステラ笹井がここ抜け出して右足シュート、ディフェンダー2枚をかわして笹井がシュートまで持っていきました。ただここはゴールキーパーの伊能もセーブ。前半31分です。水谷の長いボール、高橋、最後は菅澤、左足ワントラップから左足、菅澤今日2ゴールです。アシストはセンターバックの高橋でした。0対2で後半へ折り返しました。63分です。野島ステラ、平野のクロスに最後は笹井が頭で合わせました。笹井ちなり、ただここ枠の右外でした。枠を捉えることはできませんでした。82分です。浦和のシーン、縦パス、西尾ハノン、ゴールキーパーをかわして左足のシュート、西尾ハノン WE リーグ初ゴールです。ストライカーとして結果を残さないとと話していた西尾ハノンが決めました。3点にリードを浦和が広げます。87分です。西村のクロスに胸トラップから西尾の右足、西尾今日2ゴールです。途中投入の西村から西尾、抑えた素晴らしいシュートでした。4点にリードを広げた浦和。野島ステラ対浦和のゲームは0対4で浦和が勝利しました。浦和今季初勝利です。